今度は、三つ目、山梨行方不明の件、山梨行方不明、女の子の、これは、普段ニュースは見ないが、意外にこの件に対しても情報が多かったので、調べる機会も、出てきた。すなわち様々なコメントがあったが、少し時間を置き、やはり一人で相談しただろうと思われる。の意見が多いように思われる。まだわからないが。この件は大分、大分県と広島県、2歳児、両方とも2歳児の県に似ていると思われる。500から600メートル、と見つかり場所の距離も似ている。やはり何か、急いで上に登ったと考えられないこともない。警察が現時点でどう結論付けたかは知らないが、チャットの動画も見たはずだし、ただし見にくかった人々がいるらしい。その日また、数日後以内に事故に遭った可能性との意見を拝見したように思う。子供を大人でも迷う時は迷うだろうと思われる。あと、犬のことを思い出す。警察犬など探し当てられなかったらしいが、これは不思議でならなかったが、というのも、驚けながら、昔何かの犯人が逃げて、それを警察と警察犬が追うというような映像があったが、そこではドラム缶の何かを食べる、洋服を着替える、などしても最終的に捕まって いたような記憶がある。で、最近調べたら、率直に約大体、50%、50% の確率だし、情報はほとんどなし、検索方法が悪かったのかもしれない。あと、探知機みたいなのがあれば、もしかしたらすぐ見つかったかもしれない。というコメントを受けたような。あと同じような意見の引用をさせてもらうと、ここにコメントで、見つかった足跡、履物跡について、当時の捜索関係者のコメントが知りたいところです。当時、履物跡についてはマスメディアに発表されていなかったのでしょうか。履物跡のニュースの記憶がないだけに気になります。また、当時履物跡が10個もあれば、その土壌と深さから体重が推測できたと思いますし、履物跡から肩を取れば女の子の靴と照合することができた、と思います。さらに、ここで警察犬の塔にはあったのでしょうか。匂いが途切れていたという報道がありましたが、ここで再度警察犬を投入してみてもよかったのではと思います。私自身幼い頃、このような田舎で道に迷いかけたことが幾度も あったので、その時の心境を思い出すと辛いです。パニックになると大人では考えられない行動力がある場合があります。私自身バスで30分程度の夜道を妹を連れて歩き通したことがあります。他の方のコメントにもあるように、また十分来て連れた時に見つかった可能性もあるだけに悲しさが増してきます。ちなみに警察犬での良いコメント記事はこの辺りか。警察犬の復活さん、事件解決に欲しい。一匹対象初期にも活躍。警察庁で近いうちに警察犬が復活するかもしれない。説教強盗、二刀米邸の発砲事件、杉並の死体放棄事件と捜査が難航する事件が頻発していることから、警察庁では警察犬を再び導入することを検討している。飼育方法の研究や以前導入した際の効果の検証を進めている。とある。
あと、あと、で、DNA が、髪の毛の入れまで、わかるっていう、動画を見たことある。これは、確か、英語の動画で、一つが、10 strange unsolved mysteries finally solved using forensics と、あと、5 cold cases solved decades later, true crime mysteries finally solved。だと思われる。と、ここまで。